写真拡大。阪神藤浪晋太郎投手26は6日試合前練習でキャッチボールやジョギングなどクールダウンのメニューを消化しバント練習で汗を流した。前日5日巨人戦甲子園は今季最長8回4安打4失点自責1最速157キロの直球にスプリットなどを交えて今季初の中5日登板で113球を投げた。ただチームは敗れこれで3戦3敗。試合後は全体的には悪くなかったんですけどやっぱり勝てていないですし、ましてや自分のミスからの失点、反省すべきところと悔いを口にしていた。次回は12日 DeNA 戦横浜の登板が見込まれている。